中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。何も入ってないみたい。マジで何も入ってないの？こっちは？何も入ってないみたい。大丈夫？生活してる？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月26日、日曜日の午後5時40分です。では、本日のお知らせです。なんと、この度アイナトーンの博物館を増設する許可がおりました。お、やっと。ということで本日は博物館で増設工事が行われています。今日一日は対応ができず、ご不便をおかけしますが、明日には立派な展示室が完成しますので、お楽しみに。と、風太さんから伝言をお預かりしましたので、この場を借りて皆さんにお伝えしておきますね。あ、じゃあ今日は寄贈とかは何もできんのやね。では、本日も楽しい一日になりますように。まだ咲かんのか。何日ぐらいかかるかな、バラ。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物代金、16,640ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。あ、で、またね、私多分動画外でね、買ったんよ。ゴールドクレストと、ケケガムランと、ん？アイナ様、いつもたぬきマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。あ、これ、え、これは何？これは何？え、ケケガムランやろ？あ、アイナ様のお部屋は 57,031 ポイント、ランク S、おめでとうございます。今回、お家の評価3万点を達成されましたので、記念品をお届けします。ハッピーホームアカデミー。何でしょうか。まずこれ、ゴールドクレストね。で、これがケケガムランで、で、こっちが公園の時計。あー、そっかそっかそっか。公園の時計買ったんよ。博物館の横に建てようと思って。公園じゃないけど。さあ、それじゃあ、あと、東園やって。公園の時計を、ちょいと博物館の方に。お、ん、なに？聞いて聞いて。あたい、あゆなちゃんに教えたいことがあるんだ。あ、それはね、仕草？あれ、なんだっけ？あ、思い出した。はて、のリアクション、教えてあげようと思ったんだ。やだ、自分でリアクションして思い出すなんて恥ずかしい。でもよかったら使ってみてね。あは。イエーイ。はてなリアクションを教えてもらった。むむ？むむむ？ちょ、待って。はて。このなんかさ、動物同士がさ、挨拶し合えるのめっちゃ好きなんやけど、可愛くない？いつも思うんよね。よし。そして、ここに、埋めるのはちょっとありやけん。はい、お財布にしまっておきます。結構でかくなるんかな？とりあえず、この辺にでも、公園の時計という名前ではあるけれど、まあね。まあまあまあ。あ、でもそのうちまた、場所変えるかもしれない。お、落とし物？本タイプ初めてじゃない？今までずっと巾着やった気がする。落とし物を拾っちゃった。あ、なんかちゃんとボールペン挟まっとるやん。誰の落とし物だろう？持ち主を探して届けてあげた方がいいかも。よし。あ、ちょっと待って。メッセージボトルは落ちてないでしょうか？ないね。で、これ違う？元気それ何よりだわ。なんだってば。なんだってばじゃない。だってば。ね、それ傘全然意味ないと思うけど。見せて、だってば。これこれ。はい。あら、ごめんなさい。これ私のじゃないみたいだわ。そうね。このテイストはツンドラさんが好んで持つそうね。だってば。ちゃんとこうなんかヒント教えてくれるのいいよね。ってことで、ツンドラさん。その辺にまだいるはず。あれ？あ、おった。あれ、さっきまで傘、さしてなかったよね。どうした？あ？さっきのモニカか。どっちだかわからなくなってきたよ。落とし物してない？何かしらなのだわ。てか、同じ狼同士でも、傘さす子とささん子がおるんやね。ま、なくしてしまってた私のスケジュール帳。感謝の気持ちでいっぱいよ。ぜひお礼をさせてもらわなくちゃ。ちゃんとスケジュール帳なんや。見た目の通りやね。キャリアのジャケットよ。こんなものしかないんだけど、ならだわ。キャリアのジャケット、かっこよさげやねん。
おー、よくないよくない、え、めっちゃ可愛い。いいやん、いいやん。え、普通に気に入った。そういえば私ね、下手屋クーポン、なんか1枚しか使ってなかったけんさ、もう1枚も使いたいんやけど。どうも。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。買い物に来たの？愛のさん。奇遇ですね、よ。世間話でも。どれも素敵ですごく迷っちゃいます。今日一日考えて明日買おうかしら。でも明日になったらきっとなくなってるんでしょ？悩みますよ。確かに日替わりやけんね、商品。あ、かわいい、あの布。いつもそんな布やったっけ。いらっしゃい、アイナさん。ゆっくりお構いできなくてすみませんね。何しろたった二人でお店を回しているものですから。昔は二番目の妹、コトラも一緒に三姉妹で働いていたんですけど、今コトラは一流デザイナーになる夢を叶えるために、修行のために出ているんです。私も今まで二回会ったよ。それより前にコトラ姉ちゃんは、有名なファッションデザイナーの下でずっと修行してたんよ。だから姉妹三人で同じ屋根の下で暮らして、一緒に働いた時期は夢みたいで、あの頃はほんまに楽しかったわ。ほんまにそうやったね。毎日が賑やかで。大人が楽しみにとっておいたアイスを勝手にキネちゃんが食べてしもて、こっぴどく怒られたり。なんか想像がつくような。あ、お姉ちゃん。この間のお返しやよ。せっかく三人一緒になれたのに、また離れて暮らすのはちょっとだけ寂しいんですけどね。でもそれ以上に私たちで、あの子の夢を応援してあげたいんですよ。いいね、なんか、この姉妹の愛みたいな。ほんまにそうやね。コトロ姉ちゃんの夢は、うちら姉妹の夢でもあるんやから。めっちゃドアップ。ルーシーの超ドアップ。はい、試着室使います。持ってる持ってる、下手屋クーポン。今日も持ってきたよ。何、順番待ち？ごめんね、ちょっと待って。ちょっと待って。H T シャツかわいい。あ、なんかいいね。シンプルイズベストって感じじゃない？ふぅ。どれがいいかな？ツートンの襟付きシャツ。あ、かわいい。これでいきます。はい。購入します。かわいい、かわいい。なんか全体的に超パステルチックになったことない？あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものは、お家の収納に送っておくわね。ほら、なんか超パステルチックじゃない？私。かわいい、いいね。お気に。またどうぞ。ふぅ。やあ、アンチョビ。わーい、元気いいです。お話ししよう。今日もあいなとは平和だねーです。ね、平和が一番だよ。それがいいよ。それじゃあ、なんかいつも出しっぱなしな気がするよ、水。はい、たぬき商店へ。おー、豪華やね。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店へようこそ、ようこそ。あ、パズルとかもある。おしゃれ。このパズル欲しい。そちらの商品は作りかけのパズルでございます。まーす。ちょっとなんかね、リアルな感じでいいよね、作りかけ。お値段は290ベル。安っ。買う。毎度ありがとうございます。まーす。290ベル。間違いなく頂戴しました。ました。さあ、そして、なにこれ？あ、時計か。あれや、両面の時計や。これかな。そちらの商品はグランドピアノでございます。ます。お値段は2万6千ベル。たっけ。たっけ、ちょっとやめとくわ。そうでございますか。ではまた何かございましたらお声かけてくださいませ。ませ。あ、ほら。ね、時計。高いね。やっぱ高級なんやね。そういう感じか。あ、そういえばさ、レシピとかって増えたんかな、もしかして。こう、スーパーというかなって。一応確認する。どうもー。普段の商品をご覧になるんですね。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ。ませ。これはなんか多分、今回あつ森ではスーパーとかそういう概念ではないってことかな。あ！カラフルな釣り竿？なんか増えとるやん。何カラフル。アウトドアの網？なんか種類が。そういうのも多分作れるようになるんかな。柄物スコップ？なになんかなんかおしゃれな道具が出てきだした。アウトドアなジョール、カラフルなパチンコ。え？これは普通の斧かい。クラッカー。あ、パンジーの種やって、なんか、
ね、増えたね。へぇー。チャレンジ DIY。この辺は別に、増えては、増えてないね。むしろなんか、いや、減ってはないんか。そんなもん。タイマー。ふんふんふん。この辺はなんか、まあ、なんか元のしょぼいやつよりかは高いけど、長持ちするんかな。でもレシピがないけんさ、作ることはできん？え？レシピ売ろうよ、その、アウトドアだとか、カラフルだとか。あれ、ルーシーさっきまでお店におらんかった？もう家に帰ってきとるやん。あ、てか私があげた学習机どうなったよ。欲しそうやったけど。学習机全然、おう。ねえ、なにそれ？え、ねえ、ちょ、もっと近づきたいけど。ねえ、これトタケケ映っとるよ、この本。見える？見えない？ほら。なんかあれ、ねえ、左側トタケケ映っとることない？何の本なの？ちゃんとめくったね。あ、でもめくる仕草はあるけど、ページは変わりおらん。何か。中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。何も入ってないみたい。マジで何も入ってないの？こっちは？何も入ってないみたい。大丈夫？生活してる？ちゃんと生活してる？木製の姿見てイメチェンしようかな。人んちで。人んちでイメチェンできるんやね。なるほど。そっち側は何が書いてあるの？あ、こっちはギターやね。なるほど。え？なに？今私話しかけたよ。いらっしゃい。どうぞくつろいでくださいね、よ。え、今私普通に話しかけてさ、ルーシー話しそうな感じの音楽鳴ったけど、全然無視されたけど一回。世間話でも。いつもは当たり前みたいに思ってる島の環境も、アースデイみたいな日があると改めて意識できていいですよね、よ。アースデー全然意識してないんやけど、私。みんな意識してる？ねえ、ちょっと、あげた家具はさ、どうやったら飾ってくれるんすか、みんな。全然飾ってくれないんだけど。全くもって飾ってくれないんだけど。ライオネルのおうち。なんかバッタ見よる。めっちゃバッタ見よる、ハンナちゃん。あれ？ねえ、前までこの台あった？みんなの家に一つ必ずあるんかな？あ、なんかレシピ教えてもらえる？もしや。ようこそ、アイナくん。会いに来てくれたのかい？まさしく。何してるの？今は金箔の襖を作っているんだ。何それ、桜島に合いそう。この間夜空を見たとき、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。なんかもう、和風とは、ね。和風とは真反対の感じの部屋に住んどるけど、なぜそんなの作ってるんだ？特別にレクチャーしようか。ライオネル流、金箔の襖の作り方を。まあ、でも金箔ってあたりがちょっと、ライオネルっぽくはあるかな。お願いします。あ、心配しないで。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見れば大丈夫だから。ありがとう。アイナくんもぜひチャレンジしてみてね、まさしく。こういう感じでレシピが増やしていけるのはすごい嬉しいよね。てか、ライオネル似合わんねえけど。金箔の襖のレシピを覚えた。ただね、これ今、え、もしかして金鉱石とか必要になってくる？そういう感じ？うわ、すげえ豪華。で、金鉱石。で、普通の襖もいるんや。え、めっちゃ豪華じゃない？すごー。これ並べたらめっちゃ立派な感じになりそうやね。だってこれ襖だけじゃなくて上の壁とかもついとるやん。やば。本格的っすね。超絶本格的っすね。引き出しが開けれると思ったけど全然だったわ。中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。みんな何にも入ってなさすぎじゃない？ちょっと。ちゃんと入ってる人いるの？むしろ。むしろ。おいし、それじゃあ。桜島や。桜島じゃなかった。アイダホやった。こんなおしゃれな感じの見た目やったかなって思った一瞬。え、これかわいい。ベッド？え、なんか鳴った。
え、ベッドめっちゃ可愛いやん。電気ついたし。え、すごい。いいね、いいね。え、めっちゃいいやん。なんかさ、ああいう感じの時計？なんかトイストーリーとか出てきそう。え、これは何？ん？下のトイレクローゼットが気になるのか？あ、クローゼットなんや、これ。別に怪しいもんとか入ってないぞ。アスマメラの上くらいはあるかもしれないけど、の心。どれどれ？すごい、なんか中宇宙が。中身はどんな感じかな？ちょっとだけ覗いてみよう。入ってないやないかーい。何にも入ってないやないかーい。あ、やっぱ人んちのも使わせてもらうことができるんや。へえ。これその場でなんか作ってプレゼントとかしたらさ、使ってくれるんかな？ま、でも今私あんまり材料持ってない気がするけど。あ、でも作れるものはちゃんとあるね。手持ちのもので作れそうな。でもなんかな、似合いそうなもの。エンブレムなドアプレート。ごっついね。めっちゃごっついね。ちょ、待って。じゃあ、さっきのドアプレートさ、ライオネルで。あ、でもまだ作業しよるかな。どれぐらい経ったら終わる作業。めっちゃ作業してるわ。横から一緒にとかできん？く、できね。ちょっと泣いて。あ、すげえ、使わせてもらえる。てか、動かせるんやね。ごめんね、貸して。襖作ってる途中やと思うけど。ほら、これぐらいのスピードで作ってよ。はい、これで。ね、これあげる。やあ、ゆなくん。これいらない？え、本当に？まさしく。まあ、そのために作ったからね。はい。これは、エンブレムなドアプレートじゃないか。ありがとう、アイナくん。結構似合うと思うんやけど。こういうの欲しかったんだ。エクステリアの雰囲気を変えるとき、今度使わせてもらおうかな、まさしく。これは、ちゃんとお返しをしないと失礼に当たるね。受け取ってくれ。青虫の服だ。何それ、失礼じゃない？青虫の服とは。え、かわいいかも。いや、でもこっちの方が気に入ってる。でもありがとね、一応。ちゃんとつけてくれるかな。エクステリアまで変えてくれたら素晴らしいんやけどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ね、動物たちはさ、どうやったら家の中にちゃんとあげた家具を飾ってくれるの？え、なんか飛び盛りの時より圧倒的に難しくない？飛び盛りの時って渡したらとりあえず飾ってくれよった気がするんやけど、今回全然飾らんやん。